ロボットプログラムの IF ステートメントについて説明します IF ステートメントを使用するとその条件が true の場合の動作を定義できるようになりますロボットはステートメント内のプログラムを実行します条件が false の場合ロボットは動作を実行せず次のステートメントを実行するためプログラミング言語の IFELSEZEN と似た動作をします 3D ワールドにロボットを追加します プログラムタブに移動し、プログラムエディターでメインプログラムを編集します。IF ステートメントアイコンをクリックし、メインプログラムに追加します。IF ステートメントがメインプログラムに追加されました。IF ステートメントは、全とエルスの2つの範囲を設定することができます。これらの範囲にステートメントを追加する場合は、範囲を選択か条件タグである全、あるいはエルスを選択します。 if ステートトメントの範囲にプリントステートメントを追加しますプリンントトトステートメントはメッセージを出力ウィンドウに表示することができます。全の場合は、ハローワールドと表示します。else の場合は、else の範囲を選択し、もう一度プリントステートメントを追加して、グッドバイワールドと表示します。ステートメント条件が true の場合、 if ステートメントの全の範囲内にあるプログラムは実行されますが、エルスの範囲内にあるプログラムは実行されません。条件がフォルスの場合、ステートメントのエルスの範囲内は実行されますが、全の範囲内は実行されません。シミュレーションを再生すると、出力ウィンドウにハローワールドと表示されますが、グッドバイワールドと表示するプログラムは実行されませんでした。 シミュレーションをリセットします。i f ステートメントの条件は i f ステートメントのステートメントプロパティで編集することができます。ステートメントプロパティに移動し、コンディションに条件式を入力できます。条件一致すると、true または false の値が返されます。値が true の場合、ステートメントの全の範囲内を実行し、値が false の場合、else の範囲内を実行します。 コンディションをフォルスに変更し、シミュレーションを再生します。今回は、出力ウィンドウにグッドバイワールドと表示されました。シミュレーションをリセットします。画面右上のクエスチョンマークをクリックし、ヘルプファイルに移動することができます。リファレンスガイド、数式を展開すると、式を書くために役立つトピックがいくつか見つかります。ヘルプファイルを閉じます。コンディションに0と入力すると、 エルスの範囲内を実行できます1と入力すると全の範囲内を実行することができます100と入力しても全の範囲を実行します数式を入力することもできるため2プラス2イコールイコール5といった数式を入力すると回答が誤っているためこの条件はフォルスの値を返しエルスの範囲内を実行しますエルスの範囲内にロボットの移動を追加します Else の範囲を選択し、各軸保管ステートメントをクリックすると、Else の範囲内に追加することができます。リセットボタンでロボットを初期状態に戻し、シミュレーションを再生します。条件の2プラス2イコールイコール5がフォルスだったため、ロボットはステートメントの Else 範囲を実行しました。シミュレーションをリセットします。条件式には論理演算子も使用できます。 コンンディションの2 2 &2 5の後ろに2つと3 3イコールイコール6を追加します2つのアンドは論理積を表し複数の条件が全て true であれば true そうでなければ false になります同様に論理和を使用でき2つのパイプで表します論理和は,はこれらの数式のいずれかが true である場合条件全体が true の値を返します 3プラス3イコールイコール6はトゥルーであるため条件全体もトゥルーですシミュレーションを再生しますロボットが移動せずハローワールドと表示されましたシミュレーションをリセットします算術演算子や条件演算子を使用する代わりにロボットのプロパティを使用することもできます 3D ワールドでロボットを選択した場合コンポーネントプロパティから ロボットのジョイント J6、J1 などを参照することができます。i f ステートメントに戻ります。コンディションに J1="90" と入力します。J1 が90の場合、全の範囲を実行し、それ以外の場合は Else の範囲を実行します。J1="90" が true になるようにします。i f ステートメントを選択し、ジョグウィンドウを開き、 ジョイント J1 を90に設定します各軸保管ステートメントで位置を指定しますプログラムエディターで各軸保管ステートメントが IF の前に来るように IF ステートメントの前にドラッグドロップしますロボットは P2 に移動しジョイント J1 は90度になります IF ステートメントが実行されると条件が true になりロボットがハローワールドを表示します シミュレーションをリセットし実行します出力ウィンドウにハローワールドと表示されましたシミュレーションをリセットしロボットを選択しますコンポーネントプロパティでタブのプロパティを参照する場合はここで各タブをクリックしますエクゼキュータータブをクリックするとエクゼキューターには2つプロパティがあります有効ですにチェックがついておりトゥルーに設定されています if ステートメントに戻りますコンディションにエ x e キュ t o r コロンコロン is enabled イ,イコールイコールトゥルーと入力しますコンディションで既定タブ以外のタブのプロパティを参照する場合はタブ名コロンコロンプロパティ名と入力します条件がトゥルーの場合全の範囲を実行しますシミュレーションを再生するとハローワールドと出力ウィンドウに表示されました次は 条件式のトゥルーをフォルスに変更し、シミュレーションを再生します。コンディションのトゥルーの部分をフォルスに変更します。有効ですがフォルスに設定されている場合、全の範囲を実行し、有効ですがトゥルーに設定されている場合、エルスの範囲を実行することができます。シミュレーションを再生すると、ロボットはエルスの範囲を実行しました。シミュレーションをリセットします。 if ステートメントが属するサブルーチンの変数を参照する方法を説明しますプログラムエディターのメインをクリックしルーチンプロパティに移動します新規変数を追加から整数変数を選択し名称をカウントに変更します値は現在は0に設定されていますプログラムエディターのステートメントプロパティウィンドウへ変数割り当てステートメントを追加します ターゲットプロパティにカウントを設定し数式値はそのまま0にしておきます次にホワイルステートメントを追加し If ステートメントをホワイルステートメントの中に入れますホワイルステートメントに対してカウント変数の値が増加する設定をしますもう一つ変数割り当てステートメントを追加し1を加えた値にするため数式値をカウントプラス1と入力します ホワイルステートトメントの一番上に入れます。アサインカウントイコールカウントプラス1の下に遅延ステートメントを追加し3秒遅延させます If ステートメントでは属するルーチンのルーチンプロパティのみ参照できますコンディションにカウント症なりごと入力しますこの条件が true の場合全の範囲を実行し条件がフォルスの場合カウントが5以上であれば エルスの範囲を実行しますロボットが動作してから出力ウィンドウにハローワールドを表示しますロボットアームを下に動かし拡軸保管ステートメントで位置を指定しますシミュレーションを再生するとロボットが P2 に移動し3秒遅延があり条件はトゥルーのため P3 に移動しました実行中のステートトメントは プログラムエディターで確認することができます。遅延ステートメントを実行中に、シミュレーションを一時停止し、メインプログラムを選択します。ルーチンプロパティでは、変数カウントの値が6のため、else の範囲を実行しました。if ステートメントの使用方法説明は以上となります。if ステートメントの使用例を簡単に説明します。 IF ステートメントについて練習としてこのレイアウトを使用してくださいロボットがコンベアからワークをピックアップし別のコンベアに置くという設定がされています IF ステートメントの条件式にはロボットの入力シグナルを使用していますコンディションでロボットの入出力シグナルを参照する場合は IN シグナル番号、アウトシグナル番号と入力します ロボットを選択した状態で接続グループのシグナルをクリックします。コンベアセンサーのセンサーブーリアンシグナルがロボットの入力シグナルと接続されています。入力シグナルの番号は100と101です。プログラムエディターでメインプログラムにホワイトステートメントがあり、イフステートメントが入力シグナル100を参照しています。入力シグナル100が TRUE の場合、このサブルーチンを呼び出し。 緑色のワークを搬送しますそれ以外の場合はエルス説の中に別の if ステートメントが設定されており入力シグナル百一が true の場合はこのサブルーチンを呼び出しピンク色のワークを搬送します百一が true ではない場合何もせず遅延ステートメントを実行しますシグナルエディターを非表示にしシミュレーションを再生すると 緑色のワークがセンサーに到達すると、入力シグナル100がトゥルーのため、ワークが搬送されます。ピンク色のワークがセンサーに到達すると、入力シグナル101がトゥルーのため、ピンク色のワークを搬送します。その後は、緑色のワークだけを搬送し続けます。動作を修正します。シミュレーションをリセットし、メインプログラムに戻ります。現在、 スステテーートトトトトメメンンののの範囲内に別があります。ロボットは入力シグナル100が true の間はこの else の範囲を実行しないため else の範囲内にある if ステートメントの場所を変更します。ホワイルステートメントの中に移動しロボットの動作を確認します。入力シグナル101が true になっているか確認します。 ピンクのワークを搬送するためのルーチンを呼び出し、その後、別の IF ステートメントを実行します。入力シグナル100が true の場合、緑色のワークを搬送します。シミュレーションを再生します。ロボットが緑色のワークを搬送し、ピンク色のワークを搬送しました。IF ステートメントの使用例についての説明は以上となります。IF ステートメントの説明を終了します。 ご視聴いただきありがとうございました。